そこの手すりに寄りかかれたんで、はい、はい、どうも皆さんこんにちは、ひめかです。今日は、豊洲のららぽーとに来ています。はい、それでですね、私はこの豊洲のららぽーとには幼稚園の頃から、はい、来ていまして、このららぽーとの中にキッザニアっていうなんかお仕事体験、ちっちゃなその幼稚園児から中学生までがあのお仕事体験をできるような、そういうなんて言うんだろう、エリアみたいのがあって、それがキッザニアって言うんですけど、もうそこに姫子も幼稚園の頃からずっと行ってて、でなんかお仕事をするとお仕事カードみたいのがもらえるんですけど、私なんか中学生になってから数えてみたんです。そしたら79個もあって、すごいたくさんお仕事したなーっていう感じで、はい、すごいね、懐かしむことができました。はい、でね、姫子はね、東京ガスのお仕事が一番楽しかったです。はい、それでですね、今は外にいるんですけど、あの海の水がすっごいキラキラしてて、すごいね、写真的にもすごい映えるような場所で、はい、とってもね、撮影しててね、風もあってすごい涼しく感じられます。はい、で、あの景色もあの建物とかがたくさん建ってるので、その海と一緒に撮るともうもっとバッチリな、はい、場所っていうかエリアで、はい、あの2日目なんですけど、昨日の土曜日もここで撮ったんですけど、はい、何回来てもね、ここはやっぱり楽しめるような、はい、場所です。はい、ということで、今からの自己紹介終わります。バイバイ。